ピオンズリーグ決勝スカッド対決、お互いシティとインテルのスカッドを2つ、はい、ご用意しました。今回2試合やります。こちらのスタメンでいこうかなと思ってます。こちらでやらせていただきたいと思います。はい。じゃあ悪には悪よね。お、うん、お、どうも、やばい、いけ、おー、いいとこだった、まあ、いきなり来そうで怖いわ。どう思います？次回です AJ ユナイテッドチャンピオンズリーグ決勝スカッド対決。どうかさ、見破りだよ見破りだよということで、今回はチャンピオンズリーグ決勝ということで、マンチェスターシティとインテルが28時になってんだよね。じゃあ4時、だから4時だと思うんだけど、放送が3時からか。だからアップからもうお送りされるんじゃない、ワウワウの方で。ただ俺ワウワウ契約してねえんだよな。してないんだよね。 AWAW で行くかな、権利買うか。とんでもない額だ。いや大丈夫大丈夫、あの先輩のカードから引くから。いや そんな俺の、まあ、一つのカードの上限で収まるような額じゃないから。ということで今回のチャンピオンズリーグスカッド対決なんですけど、はい、こちら AJ ユナイテッド特別ルールになっております。お互いシティとインテルのスカッドを2つご用意しました、はい、今回2試合やります。決勝は1試合、決勝は1回なんだけど、一応2回僕ら戦います、まあ、ファーストレグセカンドレグと思っていただければいいと思うんですけど、うん、2回戦って勝ち点もしくは得失点差で勝敗を決めたいと思います。かしこまりました。ということでまずは僕がマンチェスターシティ、先輩がインテル、はい、このスカッドは現所属のしっかりとも今所属してる選手、なおかつ自分が持ってる選手で構成をします。俺らそうやって言っといてさ、なんかたまに紛れてることあんじゃん。もう移籍しちゃったやつとか。今シティとインテル2つのチームにさ、ハーランド入れてるでしょ、あの紹介したいためだけに。俺もさすがにそんなことやんねえよ。今から変えるかもね。ということで、はい、まずは僕の、シティスカッドご紹介していきたいと思います。ゴールキーパーエデルソン・モライス、フォーバック左からマヌエル・アカンジ、ジョン・ストーンズ、ルーベン・ディアス、カイル・ウォーカー、ミッドフィルダーが3枚ですね、ロドリ・デブライネ・ギュンドーアン、スリートップ左がフォーデン、右ベルナルド・シューバ ー, ーエーリング・ハーランドということで、こちらのスタメンでいこうかなと思ってます。一応僕の方シティの選手が1人まあこれいたらベンチメンバー全然入れれるんですけど、僕の場合ベンチメンバー1人しか入れれなくてですね、マフレズということで、こちらの布陣でいこうかなと。私のインテルスカットこちらでやらせていただきたいと思います。ゴールキーパーサミール・ハンドロビッチ、そしてフォーバック左からフェデリコ・ディマルコ、センターバック2枚シュクリニアル、ステファン・デフライ、そして右サイドバックデュン・フリースで、ミッドフィルダーが4枚ですね。まず左ニコロ・バレッラ、そしてボランチマルセロ・ブロドビッチ、右ハカン・チャルハノールで、トップ下ホアキン・コレアで、ツートップルカクとラスマルチです。あの苦情来てるんで。あ、やばいね。クジネコひつかまえてこいつですってマジ出すから。もう猫じゃん完全に。そんな可愛いもんじゃないよ。何土で、僕の方もですねサブ1枚だけなんですよ。バストーニ、おいハーランドいるぞ、ハーランドが。おい、そういうことや、ここはもう消えてますから、実際は。ということでまずは1試合目ですね、はい、やっていきましょう。だから延長 PK ないんで、 AJ チャンピオンズリーグ決勝ファーストレグいきます。はい、しかも先輩、俺今気づいちゃったんだけどさ、何があった？お互いアウェーのユニフォームだわ。確かに。でもさ、俺さベルナルド・シューバ育てたんだけどバカ強いんだけど、これあ、マジ？あれ総合値99ぐらい、98、俺のやつは98、一応ポゼッションケビン・デブライネ、ナイス。めっちゃ曲がってきた。いや決勝見たいけどね、ワウワウかだって絶対それ以外見ないから。やばい、何やってんの。チャンス、うわーもったいねー。なんかちょっと重いな。ちょっと今日いやパス出せなかったぞ。なんかカクついてんな。なんでチャンピオンズリーグ決勝なのに電波環境悪いんだよ。おチャンスね。そうそう、全然違う。なんだよ。ブロドビッチ、細かいパス回し。あ、これはオフサイドです。完全な。皆さんのシティとインテルどっちが優勝するかもぜひコメント欄で予想コメント書いててください。でもこれモバイル回線でしょ、そっち。今 Wi-Fi だと思う。え、それモバイルにした方がいいかもな。よし、こおー、あったかい、来た来た、危ねえ。お、どうも、
やばい、いけ、いったー、合ってるよな、うわー、今こんなチャンピオンズリーグ決勝でお前おい監督ぶち切るぞ。オッケーオッケーオッケー、いやーマジかよ、切れられるのあなたですから。いや本当そうだよ。いやだけどさ、実際の試合になったらやっぱミスするのは選手だからさ、はいはいはい、選手が怒られちゃうよこんな。やらかしたな。やらかした、これはやらかしましたよ。やばいやばいやばい、めちゃくちゃラッキーな展開ですよこれ。マジで得失点もあるんだからめちゃくちゃ大事だぞこれ。スリートップめっちゃ久しぶりなんだけど。ん？スリートップめっちゃ久しぶり。確かにマジで見ないわ、スリートップは。ツートップできなかったもん。でもめちゃくちゃワイドに使えるんだよねやっぱスリートップって。うん、だから開くには開くよね。お、うん、いやーいやいや、嘘でしょ。あ、でも持ってんじゃんボール。全然気づかなかった。やば、ん、いやー入れたらまだ、オッケー、うわーうわー、ほうで来た、やべ、おお、さあこれがサイドアタックの真骨頂。いやもうミスしたの分かってたけど最後まで言い切りたくて喋っちゃったぜ。おいいいいい、やべ空いてるわ。あこれガチやばいかも。いやいや、どうしよう、いる、マジ危ねえ。いやちょちょ、うわ怖っ、いやーやばい、チャンスチャンスチャンス、奪います。やばい、ちょっと待って、ここでちょっと引き分けなの俺は痛いよ。もういやーマジか。あ、まあだけど俺はこっから手のミラで来るぞ。はい、ということで、はい、セカンドレグやってまいりましたけど、続いては僕の方がインテルで、先輩がシティでやっていきたいと思います。1試合目が1対1の引き分けだったので、そう、今回は延長 PK ありでも決着つけようかなと思っております。完全に、ね、僕の方からインテルスカットをご紹介していこうかなと思います。ゴールキーパーアンドレ・オナナ、フォーバック左からダンブロージオ、バストーニ、シュクリニアール、リュンフリース、ミッドフィルダーブロゾビッチ、ニコロ・バレッラ、チャルハノールでコレア、ツートップがラウターローとロメール。ベンチメンバーなんですけど、めっちゃいるじゃん、4人一応いるんですけど、多分ほぼ使うことはありません。私のシティスカットこちらで行かせていただきたいと思います。感動すいません、ゴールキーパーエデルソン・モライス、そしてフォーバック左から、ナタン・アケ、ジョン・ストーンズ、ルーベン・ディアス、めっちゃ懐かしいなこれでカイル・ウォーカーで、ミッドフィルダーが3枚、まずボランチ・ロドリー、センターミッド・ギュンドーアンとデブライネで、スリートップがまず左グリーリッシュで、右マフレズ、センターフォワード、アイアイ、あそうだ今回は11人ちょうどでございます。だからもうこれからエイリングハランの時は顔だけやってもらって、自宅で、ああ、アフレコか、自宅でガン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 大声出してもらって、ちょっと一回それにするわチームスタイルレベル88だとハーランド99にしかなんねえんだね。なんかかっこいいね。いやちょっとダセえよ。いやこの勝敗で本当にどっちが勝つか決まるぜ。本当の決勝もこれかもしれん。 AJ チャンピオンズリーグ決勝セカンドレグ、うわっ、うわマジかよ、最悪どっちもちょっとやばいな。よし行こう。いやだけど明らかにメンバー的にはこっちの方が強いって思うじゃん。うん、お前ルカク舐めんなよ。いやルカ樹海フェイントかまし、かました後ね、学校で流行ってるらしいから今。確かにな、どういう意図があるんだっけあれ。意図はねえよどういうとこでやるんだっけ、どういうとこでやるの。あ、だからいいそう、そのチャンスとかに全く関係ないところで出すんだよ。ああ、ダブルタッチ、大草原とかでやるのがベスト。口に出してやっぱ言ってるってことはさ、来た、ちょっと待って、めちゃくちゃ先だったよハーランドの
ハーランドが最高到達点にいた時に来たって言っちゃってたわ。これ邪魔くせえなおい。来たって言っちゃってたわ。これ邪魔くせえなおい。確かあの邪魔くせえってあの味方ね、うちの味方には当たってた。俺に言ったわけじゃない。ああ、いや、ああ、なんだ。それだったら本当にやってるから。なんかちょっと傷ついたなと思ってた。ああ、先輩が邪魔だったら本当にもう、うん、もう多分、うん、締め出すから。配線中なのに。締め出し、締め出しの刑。やばいやばい。よっしゃ、来た。いや切れるよ。さあ決勝いただくぜ。いや決めそうだなマジでハーランド。おい、うん、どこ見てんだよ。さあ、いやそう、なんかありそうなこと言うときないんだよなマジで。いや俺もそう思ってるよ。チャンスになりそうな時は喋、うん、りたい気持ちを抑えてめっちゃ口を閉じた方がいい。でも相手だけか。そうなんだよ。からの黙ってる黙ってる。いやチャンス近かったから。言いたい気持ち、言いたい気持ちを抑えたんだよ。先輩理にかなってるもん実況。そうするとさ、ゴール入んなくなるかも。うっせえしなと。やっべえ。あぶねえよ。よしよし、行こう行こう。あー、ルカ。あぶねえ、あぶねえ。ルカさん、イルとルカだっけ。イルとルカ。ちょっとドラクエじゃねえか。なんだっけ、なんかドラゴンクエストのやつじゃないっけか。あ、知らねえよ、ほんま。ちょ、ちょ、ちょ、ドラゴンクエストです。だこういう話とかしてる時前で来るんだってよ。ほんとさっき言ってことやん、これ。全然違うこと話するとさ。ラウ3回入れたの。先輩にすんねえかな、最後。いや、やだよ。あ、やばいやばい。来たないね、だからそういう時。さっき言ったやん。よしよし、いや来たって時ないんだよ。今チャンスだったな。てかオナラ真っ黒だね、うん、なんか接戦だね今回は。ガチの接戦だよ。いや先輩演出してくれてんじゃないのこれ。いや違うよ感じで。じゃあ本当に強いの。あとはルカクで決めるだけだな、うちは。いやだけどなんかラウタロ決めてきそうなんだよな。ラウタロ強いよね。なんかそのルカクに、なんかディフェンダーとかが寄ってって、最終的にラウタロが切り込んでなんか決めちゃう。それかルカクでエアバトル勝ってからのラウタルフィニッシュ。あー、それもあるな。うお、めっちゃ上がってきた。やばいやばい。おお、うわ、うん、金髪の巨人が全然違うとこ行っちゃった。金髪の巨人って誰。あの、ハーランド。アジェコングとか。君見ないぞ、アジェコング。しかも、アジェコング別にそこまで巨人でもなかった。そうだね。アジェコングってあの人、女の人だっけ。女の人だよ。マジで拮抗してるな。拮抗縛りってこと。いや、違う違う。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いいいいいい。お、これいいですよ。いや、いやー、でゴール入った。ユンドーは今日は渡ります。ん、これやばいぞ。何もやってんの、これやばいぞ。何もやってんの。いやー、まだあるぞ。ナイス。やばいやばい。いいぞ、サイド。これ危険、非常に危険。え、おー、いいとこだった。いきなり来そうで怖いよ、これ。結構な終盤なんだこれ。ガソリン。おう、わおう、わガソリン。おう、わ切り直しよ。マジか。 AJ チャンピオンズリーグ決勝セカンドレグ。あとはさ、かますだけだよ。行こうぜ。その困った時にかますやめてよ、毎回。自分の持ちネタでもねえのにな。さあ、ギュンドワンから。あ、でもさっきよりなんかまだ良くない。ちょっと良くなったかもね。なんかあの、引っかかりがないかもね。よしよしよし。やっべ、引っかかりがない分、向こうが。オーケー、よしよしよし。完全にラウタロだもん。マジラウタロ。え、いや、マジで。オープンね。おい、ルカク、どうしてくれようかってなるよ、うん、いるー。え、よし。いや、今ディフェンダー振るなと思ったんだけど。いやー、来てるね、やっぱラウタロは。素晴らしいフィード。あー、お、やばいやばいやばい、これまずいぞ。いやー、何、あ、違う、やべ。お、モラある。あー、やめろ、あげるな。やばい、終わるか前半。よし。
いやーくそ、いや、いい展開、いい展開、1点取られてんな。これはもうこのまま行くしかない。いや、やばいやばい、単純に今 1-0 で、やばいやばい1回戦目もな、0-0 だから。だから1試合目の先輩のあのミス聞いてるぜ。あれ聞いてるな、あんなミスを。うわ、よし、ナイス。あれ足でいくか。あ、打っちゃった。おいおい、キーパーキーパーキーパーやばい。ちょっと俺上げていこうか、むしろ。マジか。いや、まだ残ってる。うわぁ、危ない。お、どうした。え、いや、マジで怖っ怖っ怖っ。今、攻守レベル1個上げたわ。あー、なるほどね。行こう。これ上げた途端失点とか嫌だよ。打っていこう。よし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 。いや、インテル待ってくれよ。インテル、やっぱインテルだよ。頼むぜ。よいしょ。頼むぜ。よいしょ。いや、みんなお疲れだな。もう走ってる走ってる。いいぞ、帰ろうか。インテル抜け。よし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 。ちょっと行こう。いやー、マジか、やばい、危ない。 OK、 あー、チャンピオンズリーグ優勝は、インテル優勝おめでとうございます。